からどうしようかって言ったら、うん、事務所が火事になるわけ、うん、事務所が、はいはい、うん、消防士が来てくださいって言って見せてくれた真っ黒で、うん、でもその時に落ち込むっていう選択をしなかったの、うん、まあ、それは路上のおかげっていうのがあったんやけど、はいはい、落ち込んでも意味がないっていうのはもったいないと思ってたから、うん、これ絶対ネタにしようって言って、うん、古典改造で、はいはい、あのオープニングトークで、うん、今日は皆さんにホットなニュースがありますって今事務所が火事になりましたで書籍これです、はいはい、グッズこれです言うて、うん、ぜひ大人買いよろしくお願いしますって言ったらその日、うん、今までで一番売り上げがバカーンって跳ねて、あ、その時に浮かんだ言葉に人生が変わったんやけど、うん、その言葉が、うん、昨日の自分を毎日超えろっていう言葉が来たの、うん、それまでね、うん、自分を否定してた、はいはい、やっぱり俺あかんわ、うん、やっぱ無理かもしれんな、うん、ってなってたのがダメな自分、売り上げが上がってない自分をなんか抱きしめる感じで、うん、いやそんなんしゃあないやん、うん、だってお前ジニコンプレックス持ってたやん、うん、書道やったことないやん、はいはい、だから売り上げが今日も1000円いかへんかってもええねんって、うん、でもなこの言葉見てみって、うん、昨日の自分を毎日超えろって、うん、ちょっとだけちょっとだけ昨日を超えていったらどうなると思う、うん、もし1週間毎日自分をちょっと超えていったらどうなると思う、うん、想像してみ、うん、って言って自分との会話が始まったの、はいはいはい、1週間毎日自分を超えたら、うん、いやあんまり変わってない、うん、あそうか1週間って変われへんのか、うん、じゃあ1ヶ月毎日変わっていったらどうなると思う、うん、ちょっと変わってるかも、はいはい、じゃあ3ヶ月は3ヶ月結構変わってるかも、うん、じゃあ半年は今と全然違う人になってると思う、はいはい、うん、ということは売り上げは絶対上がってる、はいはい、ということは今落ち込んでる時間は無駄っていうことに気がついたの、はいはい、あー無駄かと思った時に自分のルールを変えたの、うん、そのルールは落ち込みそうになったら落ち込むというルールが、うん、落ち込みそうになったら練習するっていうふうにルールを変えたの、はいはいはい、なるほど、なので落ち込みそうになったらおし練習する時間やって言って落ち込んでた時間を練習する時間に変えた、まあ、回路を切り替えたわけですね。今のパターンはあかんくなると落ち込んでいって、ね、沈んでいくっていうパターンを、うん、そういう時はもう練習に当てよう、そう練習に当てよう、変えたわけです、ね、うんうん、そしたら次は自分を褒めろっていう言葉が来たわけ、はいはいはい、で英字書いた時に、うん、英字やなーって言って、うん、もう間光をそっくりとかって、うん、自分でもう間光の背中が見えたって言って自分で褒めてたら、うん、もう嬉しくなってきて気がついたらもうバンバン変えてたの、はいはいはい、そこに一人の天使が来て、うん、でその天使が女子高生だったんだけど、うん、はいはい、めっちゃ暗い顔で作品見てて、はい、なんかあったんかなと思ってたら、うん、俺の前に立ってボソって、うん、私を見て言葉って書けませんかって言ってくれたの。でいや俺人見て言葉なんてっておこがましいと思って、今までその前まではどんな風に浮かんだ言葉を、浮かんだ言葉をただ書くだけ、セブンイレブンでコピーして、うん、セブンイレブンが一番いいコピーだった、はい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 、でコピーして50円で売ってたな。コピーしたものを売ってたんですね、その最初の頃はですね。書いたやつを渡すんではなくて。じゃなくて。おぉ、はい、はい。ほら、牛の絵が時間かかるから。はいはいはい、そうですね。もうコピーしたら早いわ。そう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 。そんなん待ってくださいって書いとったらもう何十分も出来上がったのが下手くそな牛やからさ。それはやっぱ売れないですよ、ね。そうそうそう。コピーして売ってたわ。はいはい、なるほどね。では1000円いかへんかった。うん、はいはい。その女子高生が言ってくれて、うん、いやーと思ったけど、すべてはやるかやらないかって書いてるから、やってみようと思って、一、はいはい、か八かで、うん、俺の目見てくれるって言って、うん、目見た、はいはい、目が曇ってたの、はい、ちょっと前の俺と同じ目やと思った瞬間、うん、言葉がバーンって降ってきて、バーンって書いてこんなん出ましたけどって見せたら、その子が超号泣して、3、4分泣いた後にニコって笑顔になって、うん、もう一回頑張ってみるって言って、うん、50円か100円を渡してくれて、はいはい、あんな暗かった子をね、跳ねるように去っていったの、うん、俺ね、その跳ねるように去っていくその姿を見た時にね、自分が救われたの。ああ俺生きてていいんや、うん、だってさ、映画ダメになったでしょ、うん、路上に座っても表参道たくさんの人何万人とんのに全然見てくれなくて、うん、俺生きてんのかなと思って、うん、こうやって体を触らないと自分が生きてるのってもう分からなくなってたから、それがあの子が元気になって姿を見た時に、うん、こんな俺でもいいんやって、うん、ダメな自分を完全に抱きしめた、はいはいはい、こんな俺でもええんや、うん、こんな俺でもなんとかなる、うん、で映画ができへんかもしれん、うん、借金が返されへんかもしれん、うん、でもここに座ってたら、うん、誰か元気になるかもしれん、はいはいはい、それだけでも俺生きてる意味あるんちゃうかなと思って、うん、そっから
その子のおかげで、あなたを見てインスピレーションで言葉を書きますって始まったんだ。なるほど。だから自分で考えたんじゃないの。だからもう今それやってる方たち結構いてるんですけど、もうその女子高生がその女子高生のある種生み出したみたいな、うん、その子が私を見てって言ってくれたおかげで生まれたんだ、うん、もっと言うならその女子高生の目を見てたんですけど、うん、その前は自分を見てたわけですよね、うん、そうそう自分落ち込んでる自分、しんどい自分、あ不甲斐ない自分をずっと責めながら言葉を下ろして、その言葉を励みに前に進んでたことを、うん、今度は人に対してそうで自分の中でちょっとレッスンしてたみたいな、そうそう、なんか自分ケアばっかりしてたですよね、うん、自分だその期間がすごい大事だったんでしょうね。それが財産、第二の財産、第二の財産が吉本の新助さんと松本さん、ダンタンさんの下でやってた5年間と同じぐらい、うん、同じじゃないかもしれんけど、うん、申し訳ないけど路上でのお客さんが来なかった1ヶ月ぐらいが財産、うん、なるほど、本当に辛くて寒くてっていう状態の中、うん、その子のおかげで、はい、それをやったら、うん、ある時妊婦さんが来て言葉書いてって言ったから、はい、その妊婦さん見て浮かんだから書いて、うん、できましたって顔上げたら、うん、昨日と景色が全然違くて、うん、人だかりがブワーってできてて、何これ後ろ誰がいんのみたいな感じやって、ほんならもう妊婦さんも号泣して、次々に初めて行列が1ヶ月半目かな、うん、で行列ができて、その日売り上げ数えたら1万円いったの、へえ、きたー言って、で家帰って「こやばー1万超えたー!」って、これで月30万全然無理やなーって言いながら、でもそっからもう、もう奇跡の連続で、もエネルギー的にやっぱ目の前の人が自分の書でそのエネルギーをチェンジした瞬間の喜びって爆発的なエネルギー、爆発的よ、ですよね、循環していくもん、ある種お笑いで目の前に笑ってない人がバーって爆笑して元気になった時と同じ感じ、ちょっと近い感じですよね、うん、感じ、ほんでまたその時にさんまさんや、うん、さんまさんが吉本のさんまさんの番組で取り上げてくれた、はい、僕そのテレビ見ました、あでそれで路上詩人やって、映画のその多分 2,3 年しんどかった時期ってメディア一切出てないじゃないですか、うん、出てないで路上詩人をやってますっていうので取り上げられました、うん、そうあれ見て、あれ路上詩人になってるみたいな、そうそれで全部のテレビ局で2番組ずつぐらい取材が来て、はいはいはい、そしたら小本さんのに行ったら、うん、なんか悩んでる人がいっぱい座ってて、うん、なんか悩んでる人いっぱい座ってんなと思って、うん、俺が座った瞬間みんなそこに並ぶみたいな状況が起こって、はい、売り上げがもう2万円3万円って路上で稼げるようになって、うん、なら今度は絵描きの人が、うん、夜いい場所あるよって言って渋谷駅教えてくれて、うんはいはいはい、最終電車までやって1日売り上げ5万円ぐらい稼げるようになった、でこれで月100万ぐらいやなと思ってたら、うん、今度は額を売ってる会社の人が来て、うんはいはいはい、うちとコラボで個展しませんかって言って、うん、百貨店で個展って言って、はいはいはい、1回目の個展が渋谷のロフト正面玄関、入ったところっていうのでさせてもらったの。すごい。やっぱりそれってマスコミに取り上げられたっていうことと、うん、元芸人をしてたっていうことも、それもあると思う。全部がいろいろ重なって、うん、やっぱりこう取り扱う人からすると面白かったんでしょうね、うんうん、そうだね、売り出しやすかったという、うわでもすごいですよね、それでも恥ずかしかった自分からロフトの玄関で個展が開かれて、うん、それこそね、女子高生に言葉書いた時から、うん、こうやって自分を隠してる自分がアホらしくなってきて、はいはい、笑われてもええやんって、うん、もう、うん、まんまの俺でええわってね、帽子を脱いだの、開き直ったんですね、もう、うん、そこからもう筆がって言って、今までこうやって書いてたのが、はいはい、バーンバーンとかって、ほんで、うん、音楽をかけてもうこうやって、うん、もう音楽に乗りながら言葉を書いていくみたいな感じで、うん、もう完全に自信の塊みたいになったんや、うん、で、あこれは1年間百貨店で個展回りしたら、うん、でこれ全国で絶対ブームを作らなあかんっていうのがあったから、うん、日本一周を百貨店で、うんはいはい、自転車に乗って個展をしたら1年で6000万集まるなって計算できたから、うんうん、じゃあやろうっていうふうにやって始めたら半年で1800万ぐらいまでいって、でも半年1800万ってことは6000万無理でしょ、はいはいはい、こっからどうしようかって言ったら事務所が火事になるわけ、うん、事務所が、はいはい、うん、でほんまコントみたいに俺自分の家から渋谷のロフトに行こうとするときに消防車がめっちゃ止まってて、でその時911の時やったの、はいはいはい、あの2つのビルが倒れた、日本もテロかと思って見に行ったら自分の事務所が燃えとったの、はいはいはい、で消防士が来てくださいって言って見せてくれた真っ黒で、うん、
でもその時に落ち込むっていう選択をしなかったの、うん、まあ、それは路上のおかげっていうのもあったけど、落ち込んでも意味がないっていうのもったいないと思ってたから、これ絶対ネタにしようって言って写真いっぱい撮って、で燃えてるグッズとかいっぱい持って、で個展会場であのオープニングトークで、今日は皆さんにホットなニュースがありますって、今事務所が火事になりました言うて、書籍これです、はいはい、グッズこれです言うて、ぜひ大人買いよろしくお願いしますって言ったら、その日、今までで一番売り上げがバカーンって跳ねて、あの百貨店で売り上げ10万20万っていうのが30万とかバーンって跳ねて、であとはそのプロデューサーが全国さっき回っていって百貨店に営業しに行くの、はいはいはい、でその営業しに行く時にプロデューサーがその家事の写真いっぱい持って行って、はいはい、今までまた断られるんちゃうかなみたいなエネルギーが、すいませんって、ちょっと話聞いてくださいって、ノリアス平口の個展ここでさせてください、彼は映画を作るって夢があって、6000万集めるぞってやってて、1800万まで来たのにこの前、事務所火事になりました言うてその写真いっぱい持って、でも俺ら夢を諦めたくないので、ここで個展させてくださいって言ったら、香川県の天満屋さんっていう百貨店さんの部長さんがもうめっちゃ熱くなってくれて、君たちの夢を叶えさせたるって言ってくれて、企画書を作ってくれて、テレビ局営業しに行ってくれて、で紀安博光の個展するからテレビ局営業したってくれって、 CM バンバン売ったってくれって、もちろん無料でってむちゃくちゃな営業しに行ったわけ。そしたら編成局長ポンってひもえて、なら岡山県と香川県の番組やったんやけど、ありえないことが起こったのが、60回以上無料で CM 流してくれたの、すごいですね。それがね、天満屋に、路上詩人紀安博光がやってきて、あなたをインスピレーションで言葉を書くって言って、最後キャッチコピーが、なんかすごいらしいってキャッチコピーがバーンって出るね、はいはいはい、でそれがバーンが何十回って流れてくるから、はいはいはい、主婦の人らが俺のこと知らんのに、なんかすごい人来るらしいで言って、それが口コミになって、で火曜日からかな、個展が始まって、俺自転車でたどり着いて、でエスカレーターで1階2階3階って、個展会場5階で、はいはいはい、1階はまだ人いたのに2階3階4階5階ってなると人が減っていって、ああ厳しいなと思ったら、5階に行ったら人がドゥーワーってテレビの影響で、はいはいはい、で百貨店の人がバーって来て、もうすぐ始めましょうって言って、昼からの個展がもうすぐ始まって、はいはい、でそっから気がついたら蛍の光が流れ始めて、であのお客さん明日来てください、ごめんなさいって断って、そのレジの人が今日の売り上げって言ってレジをポンって押したら、レシートがカチ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 とも止まらへんね、でチッってやったら、今日100万円いきました、100万円いったん1日で。もうやっぱテレビの影響すごいよ、すごいですね、だってこんな大きい作品にさ、お父さんお母さんセックスしてくれてありがとうっていう作品も5万とかで売れるんだから、やっぱすごいですね、もうみんなもすごいと思ってるから、もうバンバン買ってくれて、どこに飾ってんのかわからんけど、そしたら次の日も100万次の日も100万って言って、6日間の個展が7日間に伸びて、もう最終日みんなで泣きながらしてた、もうありがたくてありがたくて、もう部長さんとかも泣きながら見てて、もう俺もお客さんの顔見れなくて、もう涙がもう、でお客さんもらい泣きで泣いてるし、レジ売ってる店前のおばちゃんも泣いてるし、そんな感じでやってたら、最後打ち上げの時に絶対いけるって言ってなって、次の個展とかテレビ局とか入ってないねんけど、もうこの一つになった自信によって、百貨店に行ったらもうお客さんめちゃめちゃ来るようになって、結局11ヶ月で6000万集まって、で結局映画を作れるようになった。すごいですね、もうまさにピンチをチャンスに変え、その情熱は絶対諦めないっていう、その間に経験したのをもう全部そこにぶつけたら、奇跡が要するに起きたってことですよね。起きた。結局やっぱり自分ルール、落ち込みそうになったら落ち込むというルールを、落ち込みそうになったら何かにするとか、途中でね、一人のおばちゃんに、山口県の萩というところで、その時にあのミアっていうおばちゃんがね、教えてくれたのが、天津君って幸せになりたいって言うから、なりたいですって言ったら、じゃあこの話聞いといてって言って、で、
私は全ての出来事はただの出来事だと思うの、うんうん、全ての出来事はただの出来事、はい、交通事故が起ころうが、うん、病気になろうがそれはただの出来事、うん、それをいい出来事と取るか悪い出来事と取るかは自分自身が決めるのよって、うん、この心が決めるのって、うん、へーって言ってたら、もしも天使が幸せになりたかったら、うん、これから先学ぶ心、うん、全てから学ぼうとする心を忘れへんかったら、うん、もしも忘れてしまったら嫌な出来事とかやるせない出来事が起こった時、うん、傷が残るって、うん、でも学ぼうとする心を持ってたら傷って一切残らず、うん、傷の下に気が残って気づきが残るって、うん、はいはいはい、なので学べへんかったら傷としてトラウマとして残るけど、うん、そこから気づいたら気づきに変わって、うん、ええー、こと学んだなって言って未来の扉をどんどん開けるようになるっていう、やっぱその言葉もすごい残ってたんだと思うの。なるほどですね。だからまあそういう意味で言うと、その節目節目で言葉によって救われてるっていう、めっちゃ必ず誰かが現れてメッセージくれるっていうか、結局やっぱり出会いかな、うん、でも仕事としても完全にこうね、うん、循環ですよね。それでまた自分の経験とインスピレーションと相手のエネルギーで相手にまたエネルギーを開始していくのがずるずるぐるぐる回っていったのが結果的に6000万という映画を作る制作につながるわけなんで、うん、むしろ映画よりもここがもう映画、あ、ここそうそう、これ撮っとけばよかったっていう、これが完全にもう映画ですよね。うん、だから諦めないとか、人間の限界を自分が決めてしまっているとか、落ち込んでいく時のプロセスと抜けていくというか、どうやって抜けていくかで、しんどい時のその沈みが全て跳ねる時のエネルギーに変わっていくっていうのがもう集大成で、うん、ここにもうだから分かったって感じ、うん、だから辛いことが起こったら、うん、あ、これはまた何かが変わるためのことやなっていうのが分かったっていう感じかな。いや、素晴らしいですよね。だからまあね、その後映画を作って、まあ、活躍をね、うん、どんどんしていくわけなんですけど、うん、まあ、今のところで言うとね、まあ、今こう見ていらっしゃる方の中でも、はい、まあ、今コロナがあってね、うん、いろいろ夢を持ってて、例えば海外に行ってこんなことやってみようとか、うん、いろんなこんな仕事しようと思ってたのが全部ダメになったりということで、まあ、挫折したり希望を持てない人、うん、もしかしたら中にはいてるかもわかんないけど、まあ、そんな人にね、まあ、最後に天使が言ったからなんか夢を諦めない心、うん、どうやったら夢が叶うかというのが何かね、うん、メッセージというかアドバイスがあればお願いします。そうですね、うん、あの学校とかで講演するとき、うん、まあ、学生って聞きたくて聞いてるわけじゃなくて、はいはい、学校の行事としてやるじゃないですか、うん、僕初め言うんですけど、はい、ね、太鼓はねえやー言って、別に起きとかねえでー言って、うん、でも昨日の自分を毎日超えろっていう話をする前だけ起こすんですよ、今日俺この話だけあの伝えに来たからって言って、で結局、うん、今なんかはっきり言ってどうでもええねんって、はいはいはい、今あのうまくいってるとかうまくいってないとか、うん、レギュラーじゃないとか、うん、コミュニケーションがうまくいってないとか、うん、今いじめられてるとか、うん、勉強できないとか、うん、どうでもええって、うん、未来にそんな関係ないからって、うん、とにかく今の自分に伝えてあげるのは、うん、昨日の自分を今日ちょっとだけ超えへんかって、うん、それだけを毎日伝えてほしいねって、うん、でバットの振り方をちょっとだけ変えてみるとか、うん、今までよりも1回だけ振ってみるとか、うん、朝早く3分でも1分でも早く起きてみるとか、うん、そんなことでいいから、うん、毎日昨日の自分を超えていったら、うん、絶対1年後、うん、全く違う自分がいるねんって、そうですよね、うん、そやのに今の自分で未来をこんなことできるんちゃうかとか考える時間がもう無駄やから、うん、そんな時間を、うん、とにかく昨日の自分を超える時間にしてほしいって、うんうん、はいはい、そしたらもうすっごい信じられへん頃ほどすごい自分に会えるから、うん、ということは未来やっぱりでき夢が叶ってしまうから、うん、なのでもうとにかく落ち込んでる時間は無駄、うん、で自分の中でルールを決める、うん、落ち込みそうになったら何々をするとか、うん、落ち込みそうになったら本を読むでもいいし、うん、落ち込みそうになったらあの人の YouTube を見るでもいいし、うん、そのルールを決めれば、はいはい、それによってそれをできたら、うん、間違いなく1年後、まあ、1年後と言わず半年後に全く違う自分がいるかもしれんから、なのでもうとにかく昨日の自分を毎日超えろっていう言葉だけを自分で書いて、鏡でも貼ってトイレでも貼って、でいっぺんに超えようと思ったら大変やから、ほんのちょっとでいい、おはようっていうのをおはようっていうだけでも OK っていうぐらいの超えれそうなことからやっていったら、もう間違いなく
力は眠ってるから、うんうん、全ての人が。なるほどですね。だから今日の自分よりもちょっとだけ高いハードルも設けて、ちょこちょこんと超えてみて、そう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 、次の日またちょっと上げ て, って一気に行こうとしたらカーン当たるからハードルが、ちょっとそれでいいんですよね。それを積み重ねていくと、うん、気づいた時には1センチだったのが5センチ、10センチ、ね、20センチ、1メートルとなっていって、気づいた時にはこんなに飛んでるねみたいな自分に出会えるってことですよね。絶対出会えるもん。その意識でやったらもう絶対全くちゃう自分がいるもん。そうですよね。まあ、なんでぜひね、皆さんこれ聞いて、少しでも今の自分よりも明日の自分っていう気持ちを持つだけでもね、なんか意識を持つだけでも僕変われると思うんで、まあ、ぜひねこの動画見て、まあ、勇気いただいた方っていうのはね、まあ、それにちょっとずつチャレンジしてね、自分の夢を追いかけていただきたいと思います。ちなみに最近どんな活動してるんですかね。マンゴーを作ってます。マンゴーを作ってるなんて、はい、沖縄で、はい、そうなんですよ。子供好きなの で,、うん、で今来年は保育園しようと思ってて、はいはいはい、生きる力を身につくって言って、うん、その子供たちが卒園する時には、うん、卒園式の自分が作ったご飯を、うん、お父さんお母さんに食べてもらうとか、はいはい、犬小屋ぐらいやったらもう首をくわえながらコン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 とか野草を見て、あ、この野草は食べれるでとか、うん、野菜の作り方が分かるみたいな、うん、生きる力をつけれる保育園みたいなの作りたいなと思って今動いてるっていう感じで、うん、保育園と畑とかを全部組み合わせてできたらいいなって今は。ね、まあ何でも今の時代で掛け合わせですよね、うん、何かと何かを掛けるからより楽しいものが出来上がる、うん、絶対そうだと思う。この発想すごい今大事ですよね、うん、一方向だけだと思わなくなるけども、何かを組み合わせることで全然思わなかったことがすごい面白いものに変わっていくっていう、うん、この発想力ってすごい今の時代大事かなっていうふうに、ね、うん、思いますよね。なんか同じ映画ってあんまり見たくないなと思っていて、はいはいはい、うん、なので誰かがやったこの畑のやり方をやるっていうことは同じ映画を見るような感じになるから、やっぱアレンジして新しい映画を作りたいっていうように、やっぱ自分なりにアレンジして、それを自分でも楽しみたいし、人に言う時にもやっぱりなんかワクワクしながら伝えていきたいので、なんかいろんなものと混ぜながらやっていきたいなと思ってますね。なるほどね。ちなみにそれをお手伝いする方を募集してたりとか、あ、募集してます、はい、はい、いつでも来てください。ちなみに今こう詩を書いたりとかもされてるんですよ今。言われたら書きますけど、でもほとんど書いてないですからね、はい、まあ見た方がね、もしかしたらね、ノリアさんにね、天津間に書いてもらいたいという方は、ね、ああ、もうネットでもできるんで、うん、もうあの僕の概要欄のところにね、はい、説明のところにあの連絡先とか載せておきますので、ね、ありがとうございます。興味のある方はぜひね、連絡取っていただいて、まあ間近でまたね、一緒にお仕事すると、この経験ってすごく僕はお役に立つっていうふうにすごく感じました、いろんな方に、うん、特に若い方でなんかどうしたらいいかわからない人いると思うんです、うん、何したらいいんかな、この声から先みたいな、そんな人はぜひね、一回沖縄にポコッと遊びに来て、うん、はい、いつでも来てください。天津さんのところに行くと、なんかいろんなことがまた感じられると思いますのでね、連絡ぜひ取っていただければと思います。ありがとうございます。はい、ということでね、このやっぱりこれ、あ、これ濃いですね。これはね、大変でしたね。もう一回やるって言われたら嫌ですけどね。これは濃いですけど、やっぱりこれがね、もちろん自分の人生にも大いにプラスになってますけど、うん、いろんな人にメッセージを伝え続けての深みにね、やっぱり繋がってるんだなっていうのはね、すごい感じさせていただいて、僕も今日はね、楽しい時間というかワクワクしたありがとうございます、お話聞かせていただきましたんで、これからの活躍をまたね、ご期待するとともに、また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。